マクスウェルの方程式の説明をしたいと思います。理論物理学者の澤山慎太郎です。で、マクスウェルの方程式ですが、左のこのようになっています。ロット E プラス、B の微分が0で、とか、まあそのような4つの式になってます。まあ4つではないんですけども。で、D はイプシロン E で、B はミュー H です。で、これがマクスウェルの方程式なんですが、E は電場、D は電速密度、H は磁場、B は磁束密度、イプシロンは誘電率、μ は投受率、I は電流、ρ は電荷密度なわけです。で、一番目の式は、電磁誘導の式の時間拡張なわけです。まあ、簡単にこれは時間拡張できます。で、2番目の式は、アンペルの式の時間拡張に、変異電流、この D の微分を加えたものです。これは簡単に、アンペルの法則は簡単に時間拡張できずに、この D の微分が入ります。で、これは、まあ、電荷保存則に、この D の部分は電荷保存則に対応しているわけです。で、3番目の式は、クーロン力の拡張で、これも簡単に拡張できます。で、4番目の式は、単次子がないということの時間拡張です。これも時間拡張を簡単にできます。でも、しかしながら、マクスウェルの方程式の裏付けは実験観測からです。で、まあ、2番目の式以外は、時間拡張が簡単にできます。で、ベクトル解析については、分かっているものとして、話したいと思ってます。そして、まあ、座標変換ですが、まあ、このマクスウェルの方程式は、EBHD は点するので、まあ、座標変換は不変です。また、時間反転と、空間反転と時間反転についても、マクスウェルの方程式は不変になってます。まあ実際にこれ、座標変換をして不変かどうか、空間変換や時間変換を、空間反転や時間反転をして不変なのありろうか、式が不変なのか分かるようになってます。そして、マクスウェルの方程式の発展ですが、ダイバージェンス B が0より B がロット A と書けるわけです。まあ、これもベクトル解析からわかります。これを、マクスウェルの方程式の一番初めの式に入れると、まあ、一番初めの式に入れると、まあ、このように書くことができて、よって、ここも、ベクトル解析使うんですけども、このように書くことができます。で、これで A のことをベクトルポテンシャルと言い、ファイのことをスカラーポテンシャルと言います。で、次に、またマクスウェルの方程式の発展2ですが、これですね、ロット H 引く、これから、こういう式が出るわけです。これは H と D を B と E に変換しただけです。で、まあ、C の2乗は、イプシロンミューです。で、これにベクトルポテンシャルとスカラーポテンシャルのさっきの式を入れると、このようになります。また、ダイバージェンス D イコールローから、まあ、このような式が得られます。まあ、これとこれがすごい重要な式です。ですが、またこれ変形します。で、ここでゲージ変換というものをして、この式を変換するわけですけども、まず、このように、A' イコール A プラスグラディエント U と、Φ' イコール Φ 引く U の微分、時間微分、これをやっても、B や E は不変なわけです。これをゲージ変換と言います。で、ここで、で、このようなゲージが存在していることを実際に、アハロノフボーム効果やアハロノフキャッシャー効果で分かっています。で、ここで、このようになるようなμを選ぶことによって、先ほどの式が簡単になって、このような二つの式が出てきます。このような二つの式が出てきます。で、これはまあ、クライン・ゴルドン方程式であって、非常に簡単に解くことができるようになっています。では、終わりです。